どうもこんにちは、シェアです。今日は先週投稿しましたお正月企画の報酬で買っていただきました呪術廻戦の乙骨憂太くんのコスプレメイクをしていきたいと思います。ちょっと映画やってたもんでやりたくなって乙骨くんにしてみました、早速始めていきましょう。はい、こんな感じです、まずテーピング。テーピングはいつも通り顎の下側ですね、首と輪郭の間のところから後ろに回してきて、この辺で留めているのが一つ目と、ここの横ですね、これも縦に貼って後ろに伸ばしてから上に引っ張っているっていう形で、これが二つ目で、三つ目はここ下の目尻側から下に引っ張って下のラインを垂れ目っぽく下げています。で、四つ目はここから上に引っ張って目の上のラインをちょっとまっすぐになるように垂れ目すぎないように引っ張ってます。で、五つ目、これは初めてなんですけれども、ここから両方上に引っ張ってまして、これが何かというと、この辺ですね、目頭のこの辺を今引っ張っているんですね。こうすることによってより目がパッチリ開いて、で、あとここの骨のラインもくっきりになるので、割と私は二重が自由効かないタイプの二重なので、ここを伸ばすことで自分で自由な二重を描けるようにしてます。乙骨くんの目が全体的にこういう感じの困り顔なので、こっちを上げてこっちを下げるっていう風にしてます。ベースメイクはコンシーラーがこちら、ビワグラムコンシーラーパレット YL1 番、こちらの濃い方と真ん中を順番に使ってます。で、ファンデーションはケイトパウダリースキンメーカー00番、こちらのリキッドタイプを塗った後にキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー ML 番、こちらのおコムですね、上に叩いてます。あとカラコンですね、カラコンはこちらビエナージュミミジェムのムーンストーンというカラーですね。色味はこんな感じで薄いグレーになってます。ほぼ見えないですね。で、つけた感じもこんな感じで、縁がぼんやり、グレーなんですけれども、あんまり発色はしてない感じです。コツくんは瞳がグレーだと思うんですけど、あんまり発色してるのは合わないのかなと思ったので、こちらにしてみました。はい、じゃあ続きをやっていくんですけれども、こちらキャンメイクシェーディングパウダー、キャンメイクシェーディングパウダー01番、こちらでまずはこの辺ですね、外から内側に塗っていきます。次、ここの縦ラインですね。はい、次はこの鼻筋と人中と、あと唇の下ですね、同じカラーで入れていきます。次はデザイニングアイブロウ 3DEX4 番、一番濃い色でまずは鼻筋の縁ですね、内側に重ね塗りをしていきます。鼻先は、真ん中のラインの周りだけを塗っていきます。小鼻は塗らないようにしてます。あと鼻下と、あと人中で唇の下、はい、こんな感じで入れていきます。そしたら同じカラーを太めのブラシで取ってもらって、輪郭の下と、あと顎の横は少しはみ出して内側にこういう感じで入れます。こんな感じでたぬき顔チックな感じで作ってみました。
はい、そしたら次はアイメイクなんですけれども、クリオブロウアイパレット02番ブラウンチョーク、まずは一番薄いカラーでアイホール全体を塗っていきます。次2番目に薄いカラーで目尻から目頭にかけてですね。上まぶた側ですね、ここは二重の幅にしたい広さで塗っていきます。次、その下のカラーですね、こちらで下まぶたも上まぶたも目尻側だけ重ねていきます。そしたら先にラインを引いていきます。キャンメイクラスティングリキッドライナー01番、こちらのブラックのお色味ですね。これでまずは目頭側を縦に入れます。で、そのまま後ろに引っ張って、つり上がらないように気をつけながら、少し平行めに引っ張ります。そしたら次は下まぶたですね。こんな感じでちょっと下げ目に描きます。そしたら次はこちら、キャンメイク3ウェイスリムシェードライナー01番、こちらで二重ラインを描いていきます。はい、そしたら涙袋も描いていきます。で、目尻側の二重線をちょっと濃いペンでなぞります。なぞったのは黒いラインを描いた同じペンの04番です。で、最初のアイシャドウの一番濃いカラー、こちらを細めの筆にとって上からぼかしていきます。同じカラーで目尻側の二重幅を少し塗りつぶします。涙袋側も同じように目尻側を塗って、涙袋の線もぼかしたら、こちらの3番目に明るいブラウンですね、こちらでラインをぼかしつつ下に広げてクマっぽくします。
こんな感じで、ポッコツくんはクマがあるのが特徴なので、ちょっと今怖いですけど、こんな感じでクマを作りました。そしたら次は眉毛ですね。眉毛はこちら三吉アイブロウペンシルコンビ、こちらのブラックの方を使っていきます。劇場版の方のコツくんは眉毛が結構ハの字だと思うので、平行まではいかないけど、ちょっと気持ちハの字くらいで作っていきます。地眉は、つけまのりか二重のりで固めて消していきます。最初に使ったこちらのコンシーラーパレットの濃いカラーの方を上から重ねてつけていきます。真ん中のカラーで重ね塗りしていきます。でこちらザ・セムチップコンシーラー125番のライトベージュ、このコンシーラーを少しで、さらに筆で伸ばしていきます。そしたら、保湿用のリップをティッシュオフして同じコンシーラーを塗っていきます。はい、でそしたら先ほどのアイブロウペンシルの今度はブラウンの方で上唇を描いていきます。そしたらチフレ口紅 S647 番、こちらのリップで今描いた上唇の上とあと下唇を塗っていきます。最後にこちらセザンヌパールグローハイライト01番、こちらで、ハイライトを置いていきます。まずは縦に入れた後内側に伸ばして、で鼻筋にこれくらいの範囲ですね。であと顎、眉間にひし形に入れるの、ここに薄くハの字に入れるのと、あと目頭、最後この描いた M 字の真上に入れます。はい、こんな感じでメイクが完成しました。では早速着替えていきたいと思います。はい、ということで完成しました。初めての呪術廻戦メイク動画だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。ポッコツユタくん難しいですね。非常に難しかったです。もうすでにこのウィッグを作るのにすごい苦戦して、3時間ちょっとぐらいかかってしまったんですけれども、いい感じにできたと信じてます呪術廻戦も私大好きで、東京リベンジャーズにハマるよりももっと
前から、1年2年ぐらい前からすごく大好きで、実はコスプレもやっていたので、今年からはですね、徐々に呪術廻戦も出していけたらなと思っております。今回はお正月企画のご褒美ということで乙骨ゆうたくんさせてもらったんですけれども、本編の高校2年生になった乙骨ゆうたくんもぜひしてみたいので、また動画を作ります。楽しみにしていてください。それではシェアでした。今年もよろしくお願いします。バイバーイ。